どうもーはい、えー、この動画はですね、まあ、最近ちょっとネットビジネス系よりというかね、まあ、セミナーとか結構やったりとか商品売ったりとかしてるのでとネットビジネスとかねそういううさんくさい話ばっかりしてるんですけど、まあ、今回もうさ,いうさんくさい話をしたいと思います、えー、今回はですね健康にまつわるエトセトラというか、まあ、題名はですね僕が、えー、のん,飲んでる、えー、謎の薬にしましょうか僕が飲んでる謎の 謎のテーマどうしようかな僕が飲んでる謎の薬、えー、僕が飲んでる謎の僕が飲んでるな謎の白い粉 <laughs> 謎の白い粉について謎の白い粉について熱く語るみたいな謎の白い粉について熱く語るこれでいきましょう、はい、<laughs> まあ僕ですね体調不良になって、まあ、今だいぶ落ち着きましたで、えー、ここ最近ですねだいぶ落ち着いてきた理由があります実は実は理由があります これ何かっていうと、あのーまあ、僕あのもう3週間ぐらい最初秋葉原で、えー、喉ど痛めて、まあ、この喉を痛めた時も動画撮ったんですけど喉を痛めてから邪、えー、喉から風邪が来てで風邪引いてでそこから頭痛くなってだるくなってもうわーってなってそこから、えー、咳が出てで咳が出,て出たことによってここの気管がちょっと多分痛んだんでしょうね。 でなんか気管支炎みたいな感じでずっと咳出てて治んなかったんですけど今ようやくちょっとずつもうだいぶ落ち着きましたで咳がで出すぎてで病院でこの、まあ、僕のやつをよく見てくれてるお客さんからは「よせさん病院行った方がいいうみたいなね僕ねめっちゃ病院嫌いなんですよでなんで病院嫌いかっていうと小学校の時ですね僕大きい手術しました 大学病院で大きい手術してえどういう手術をしたかっていうと生まれつきですね転生的なもので尿が逆流するっていう病気を持ってたんですねで尿が逆流しちゃうもんだからその病気ばい菌が入って高熱を出すっていうのが学、まあ、っちゃってて尿管逆流疾患なんとかだったかな結構ちょっと難しい病名なんですけどでそれで僕あのしかも腎臓か肝臓だったのはどっちかがもう機能してないんですよ。で えー、6歳ぐらいの時大きい手術をしましたで小学校3年生ぐらいまで病院に通ってまあそのだしょんべん漏らしてたんですねだからしょんべんチェック表みたいなのもつけたりとかして、えー、僕ね確か人工の管か何か入ってたかな、うん、大きい、まあ、まだ残ってるんですけどそのあそこの上あたりをバーッて切って切って,切って、まあ、手術したんですけどで30歳ぐらいまで1年に1回 そのエコーで取ってその、まあ、僕のここの腎臓肝臓か分かんないですけどここが1個機能してないのでそれがちゃんと1個が動いてないからもう1個がちょっとでかくなってるんですよ。でそれを1年に1回ぐらい小 6, あ6歳の時に手術したんだけどずっと病院行ってたんですよ30歳ぐらいまで。で医者にも一応まあ30ぐらいをめどにみたいな感じで、まあ、もう30超えたんで今全然行ってないんですけど。 ずっと。病院行ってたんですよずっとんで小学校の時あその6年生,あ 6, 年生じゃない6歳の時に大きい手術してそのねちょっとあれなんですけどんこにですね管をガン入れて手術終わった後でめっちゃ痛いんですよもうほんとしょんべんするだけでうわみたいなね病院で超叫んでたんですけどまあそういう手術したりとかして病院ずっと行ってたんですね。 その後もずっっと行ったんですけど毎回注射して血液取るんですけどだからねもう病院も嫌な,な理由は僕病院それなんですねずっと行ってきたんででも最近はもう行きたくないっていうことで <laughs> 行ってないんですけど本当だったらね1年に1回ずっとやっぱ行かないといけないっぽいんですけど行ってないですね、うん、まあ行かないといけないですねまあでも医者にはねもう30ぐらいまででいいんじゃないですかとは言われてて、まあ、その後ずっと30 歳ぐらいまでずっといてて特に問題はなかったのでまあまあって感じですけどでまあ僕最近思うことがその昔はまあ風邪引いたら去年の冬の時もそうだったんですけど風邪引いてあの免疫が下がってるんだと思うんですよ昔若い時はすぐ風邪引いたらすぐ転って治ったわけですよねこれは多分感じると思うんですけどかん年取れば感じると思うんですけど。 本当に20代の頃は、まあ、1日薬飲んで寝れば治ってたじゃないですかで本当に僕思うんですけど30今今年5ですよ5で一般的に35ってなるとその健康診断も会社の義務というかそうなってくるんじゃないですかね確か健康診断の憲法も35歳からだったかなで本当に体力落ちてきてるんですよで運動も僕全然してないしうんね今回風邪またひいて もう本当週週間4週間伸びましたで去年もなって <laughs>、まあ、免疫が落ちてるわけですね昔に比べると。で、あのー、こ,のこの数日この数日だいぶ体が良くなってきたんですけど一気に良くなったんですね一気に。これなんで一気に良くなかったかっていうともちろんこの,この咳なんで気管のとこだと思うんで、まあ、一応漢方薬も飲んだんですけど漢方薬ってそんな速っせないんで。 でもここでなんかその熱が出たりとか炎症起こって体の内部で炎症が起きたりとかそういった何かそのあるじゃないですかでもそれって結局人間って自分の免疫というかそれでこう治していくわけじゃないですか例えばここすり傷したとしても治るじゃないですかでそれも自分のなんか免疫というかねこの再生する力があるわけじゃないですか再生する力がなかったらこれすり切ったら治んないわけですよね肌も再生するじゃないですか 肌もこれこけて転んでもかさぶたとなってかさぶたトレーのまた新しい皮膚が出るじゃないですか再生する力があるわけですよね人間にはでそれは免疫とかその赤血球かわかんないですけどそういうのがあるからその悪いものは来ても倒したりとかでもその免疫が落ちるとそのダメなわけじゃないですか,、ね、だから免疫がどんどん体力と低下とともに免疫も落ちるから、まあ、病気にかかりやすくなるっていうのはそれは分かりますよね それは僕が説明しなくても、まあ、わかると思うんですね。免疫が落ちてくるからその体にも、えー、その風邪ひいたりとかすると。でこれは一般的にも言われてますけど例えば病は気からって言われてるじゃないですか病は気から。でこの気が落ちる時って例えば落ち込んでたりとかうつ状態の時とうわっと。 っっていう時に風に風かかりやすすくなるんですねそれは気がこう落ちてしまって免疫が低下することによってウイルスにやられちゃうっていうこれもう言われ一般的に言われてますよねじゃあこれ免疫が高くなれば自分の体の中でその自分の,この活性化というかねその倒せることができるわけじゃないですかもしくは倒す菌を倒すもしくは再生する力ですよねだ免疫がめちゃめちちゃゃ強ければ

難しいね、ヒカキン難しいなプルルルルルルッヒカキンっぽくはい、えーえー、サステナミルクです、はい、サステナミルクこれこういうやつですねサステナサステナ、はい、サステナミルクでこれを僕あのあそういう時は飲んでなかったなと思ってこれをね今一日に2杯ぐらい飲んでます この,数日間この3日間ぐらい1日23乗ってるんですけどこれね飲んだことによって体調パリ良くなりました。これはどういうミルクかっていうと50年ぐらいその歴史があるんですけど免疫ミルクって言ってその牛,の、えー、その牛の父まあその人間もそうなんですけど人間って生まれたばっかの赤ちゃんって免疫ないじゃないですか。免疫がないから、 お母さんの母乳の中に母乳を飲んでその母乳の中にまあ免疫が入ってるみたいなのありますよねで牛の免疫をこう取り出しのめちゃめちゃ取り出しの粉にしたっていうのがこの免疫ミルクです免疫ミルクでこの免疫ミルクを入れることによってあの体がですね強くなるんです強くなるんですねで今本当だったら本当だったらですよ自分で鍛えてランニングとかしてすればいいんですよ 本来,であるなら本来であるならば、自分自身が体力をつけてランニング毎日する筋トレする、えー、なんか一緒あの食事もちゃんとするサラダも取るいろいろやるそれが一番ベストでしょそれが一番ベストなんですけどもなかなかできない <laughs> 僕ねランニング全然しないし、ね、食生活めっちゃ不規則だし適当なんですよ適当。 もう完全ななる適当なんですね、まあ、でもそういう方って多いと思うんですよ。もう睡眠時間も僕バラバラだしだからまあもちろん不規則な生活もしてるし全然もうこ,うこればっかだしこればっかだし全然ねああの運動なんてしないですからだからもう免疫どんどん低下するわけですよ。 うんだけどこ、これを飲むと、もう抜群です。で、これがいいところは、僕、いろんな健康食品とか、まあ、もちろんお誘いでこういただいたりとか、いろいろやったりとか、まあ、もちろんしたんですけど。これがマジで、僕、僕はでしょ、まあ、これね。ここにテロップ入れとかないといけない。個人差がありますと、個人差があります。まあ、もちろん、その、なんか、そのサプリとか、そういうものって個人差があるので、一概に言えませんけど。僕が試した結果。 いろいろ,ね、いろいろ僕も今までこの10年でまあそのいろんな方にお会いしてきてますからいろんな方からご紹介いただいたやつとかいろんなのやったんですけどこれがマジでよかったこれ何がよかったかっていうと僕の体にはあったんでしょうけど即効性がすごく非常に高かったです即効性がでその変体の中の変化がす分かったんですよだからこの… 僕も、ね、あの今カプセルみたいなのも飲んでますけど <coughs> サプリみたいなのも飲んでますけどあのサプリ飲んでなんかすぐ速攻で感じることってあんまなくないですか僕ねこれを飲んだらもう,もう体が軽くなるというかすげえ楽になったっていうのがもうすぐ体感したんですねでこれを一番最初に飲んだ時があのセミナー8時間ぐらいぶワーやったんですよずーっと8時間ぐらいぶワーしゃべったんですねめっちゃ疲れてたんですよ でその時にその参加者のお客さんが「吉谷さん、吉谷先生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 、先生これは本当にいいぞ」と。吉谷さん、騙されたと思ってこれ飲んでみると。めっちゃええからと。っていう、あの長野から、ね、来ていただいたその、ねな、ちょっと年齢も言っちゃいましょう。70か80ぐらいの。 まあ、愛子さんっていう方がいるんですけどその愛子さん肌ツルツルでもうピンピンしてるんですよねその70から80なのにも年齢それなりにもかかわらず70です80だなとかね多分70何歩なんですけどめちゃめちゃ元気で「<laughs> よっしゃいなーみたいな感じで <laughs> 肌もツヤツヤでで、まあ、長野からわざわざ来ていただいたんですけど東京までで「よっしゃいさんこれめっちゃええから飲んでみいい?」みたいな感じで言われてまあまあまあそのお客さんが言うわけですから。 うんまあ、なんかのネットワークビジネスでしょうと思いながら、ままいいまあ、とりあえずじゃあうんだいた,いだいたいねこ,うこれこれ類のはネットワークビジネスですから <laughs> 言われるのは、まあ、ネットワークビジネスだろうなと思ってあそうっすかみたいな感じで、まあ、とりあえずじゃあいただきますみたいな、ね、お客さんが言われてるわけですから皆さんわざわざ参加していただいてでだまされたと思って本当に飲んだんですねでそしたらそしたら次の日めちゃめちゃガンガンビンビンだったんですね 朝出しでしでた。めっちゃギンギンになってこれマジでやばくねみたいになってでそっからまあちょいちょいこれ飲むようになってで、えー、その、えー、2年前ぐらいの話なんですけどその時僕10周年近年全国セミナーやりましたその時は、えー、10都道府県回りました10都道府県でその時も車で結構全国回ったんですけど10都道府県回りましたでその時にこれめちゃめちゃ飲んでたんですよ でこれその時もしなかったらもう耐えられないなかったと思いますでそ,のその時も車中泊してて、まあ、ブワー回ってたんですよで鹿児島から青森間も車で行ったんですよね鹿児島から青森 <laughs> その時も、まあ、今回はまあ、えー、今回もね47都道府県セミナーっていうのをやりますけれども、えーまあ、今回はね 途中でまあ休み休みだった休み休みというか車がぶっ壊れて去年途中で終わってまあ今年からまた再開してやるんですけど、まあ、ちょいちょいやってるんでそこまでなんですけどこの前2年前やった時はもうスケジュール全部ガンって決めてブワーマーっなったんですよ。でその時にこれがあったから本当にこれでどうやって飲んだかっていうと僕は朝朝起きた時に飲んだのと飲むのとあとは寝る前に飲んでましたこれ。 で寝る前に飲,んで飲むとあのすごくよくてで、あとは朝起きたら飲むっていう。だからまあ2回ですよね。で、それをやってました。あの全国セミナーの時。で、最近、そのもう全然、まあ、病院行けばよかったんですけど、全然治り悪くて、あ、そう行けばあれあったなと思って、全然これ飲んでなかったんですね。で、まあ飲んでなくてめちゃめちゃあるわけですよ、こうやって。で、これ飲んでなかったなと思って、またこれ、この数日間、これ飲み始めたんですけど、 すこぶる調子いいっすマジでめちゃくちゃ調子いい、うん、まあ免疫がね多分こうまあ本当は自分の中から出さないといけないんですけどちょっとお借りして牛さんの免疫をお借りして <laughs> やってますけどこれ本当にいいですで前にも動画でねちょいちょい紹介したんですけどこれ本当にいいです僕はね僕はですよ個人差があります人には個人差があります テロップ出すのめんどくさいんで僕は言いますね。個人差があります。これには個人差があります、はい。テロップ出すのめんどくさいんで、あの、ちっちゃく出てくるじゃないですか。健康食品とかの、あのこんなにワオみたいな個人差があります。ちょっとだけ出てますからね。はい、あの出すのめんどくさいんで自分で言っておきます。個人差があります。はい、だけど僕はめちゃくちゃ良かったです。で、実際に、あの、吉田さん、これね、実際に僕の紹介で飲んでる人もいます。で、実はこれですね、 あのなんだネットで買えるサステナってネットでまあ僕はその紹介でまあ買わせていただく運びになったんですけどこれ実はネットで買えますでホームページもあるんですネットで買えますはいでお試しがありますしかもお試しお試しお試しが多分20袋入ってて確か2000円ぐらいだったと思いますだから1袋100円ぐらいかな お試しがでできるんでこの YouTube の下にそのお試しリンクお試しこれをお試しできますよっていうリンクを入れときますのでまあその最近そので特に僕風邪ひいた理由としてはここ最近本当に温度差が激しかったんですね。その春昼間は春っぽくあったかいのになんか夜になると全然冬で寒いみたいな。昨日のもちょっっと寒かったんですけどまだ 夜になるととちょっと寒くないでんか昼間超あったかいのに夜になるとあすげえ寒いみたいなこの温度差にやられちゃったと僕は思うんですけどここの本当に4月あたりはあの温度差が非常に激しかったんじゃないかなと思います。うん、なんでほんとに体調不良だったりとかでこれ飲む朝飲むといいのが朝飲む時でだるいじゃないですかめちゃめちゃ。 朝飲むいじゃないですかであのよくこれもなんか健康番組とかよく言われてますけどその寝てる時に水分出るじゃないですか寝てる時に水分出るんで朝起きたらコップ1杯の水飲むといいよみたいな身のもンとさんも言ってましたけど <laughs> あのそう実際にその水分出ちゃいますから寝てる時にねで朝起きた時に水分飲むコップ1杯そのコーヒー飲む前にコーヒー,あのコー,ヒー飲む前にコップ1杯の水は入れといた方がいいっていうのをよく言われてますけど これね飲あの朝起きて水分出た時にこれを最初に入れると多分体がこう吸収してくれるんでしょうねよりこれね朝起き一発目の水分でこれ入れるとかなり効果が僕は増しますと僕の体はそう感じてますいや朝起きてうわ眠いみ,みたいな感じの時ですよダリーみたいな時に「うっしゅうん」っ、うん、つってこれシェイクしてって飲むと あのそこからパワーがみなぎってきますでこれはですねあんまり薬事法とかもあるんであれなんですけど実際これね免疫が出ることによってこれを飲んでる人がアトピー治ったりとかしたりっていう事例もありますアトピー、まあ、アトピーも体の内部で何かが起きてるからアトピーがアトピーのこのボツボツできたりするわけじゃないですかでも免疫ができるからそういうやつを退治するというかそういう,うんその飲んでる人の声も実際あります 実際ねまあこれは本当に個人差があるんで一概に言えないんですけどこれを飲んでる人がアトピー治りましたとかあとは肌が良くなりましたっていうのもあります。はい、なんでこれはしかもその50年ぐらい調べていただければあるんですけどこれまあホームページにもありますけど歴史もあるしすごいんですよ。でめちゃめちゃ研究されて作られたやつです。で まあそのなんかそれがうさんくさいってなる人もいるかもしれないですけど僕は、うん、ま,まさにその通りでうさんくさいなと思ったんですけど僕の場合は体が先にに元気になってからそれを見たんですよねで最初はもともとこの「吉田さんめっちゃいいよ」って言われて飲んだわけですから最初このサステナっていう商品がどういう商品かわからない状態で飲みましたで飲んで飲んでですよ体がの変化に感じて即効性があってこれすげえなってなってそっから この商品っていうのはどういうものなのかっていうのをちょっと見てあそんな歴史があるものなんだっていうことを知ったんですけどまあほんといいです。で何がいいかっていうとその本来の,その免疫を高めてくれる補助してくれるっていうそのんだろうな なんか大体の健康食品ってちょっとあそく語ってますけど大体の健康食品ってその人間がなミネラルとかもあるじゃないですかミネラルとか水素とかいろいろあるじゃないですかなんかなんか人間がないものだったりとかうんその補充しないといけないものっていうことでサプリをこう入れたりとかするじゃないですかない人間が作れないものだったりとか、まあ、なくしてしまうものを補うってものがそうじゃないですか。なんかこれは もう免疫を高めてくれるんですよだからもうみなぎるパワーを高めてくれるっていう免疫をねなんかちょっと他のやつとちょっとコンセプトも違うし、あのー、何だろうな本来の,その自分が持ってるパワーを最大限にこうフルでこう生かしてくれるっていうものをだ,だと僕は認識しています免疫ですから免疫ミルクこれはね本当にいいです うん、だからそのなんかないものを補ったりとかそういうものじゃなくてあるものを最大限に生かすみたいな人間が本来持ってる免疫を最大限にこうまた補助してこう生かして活性化してくれるってやつなので本当にですねこれはいいと思いますでこれを飲毎日、まあ、飲んでる人はめちゃめちゃピンピンしてる傾向が非常に高いっていうデータも出てますはい、まあ、僕の場合はあのー、なんだ毎日は飲んでないです正直毎日飲んでないんでめちゃめちゃたまこれ多分ね 毎日飲んでないんで多分ね200袋ぐらいいますよ <laughs> こ,れ、ね、こ,こ,のこ,のこれがこれ多分ねあ200袋はいいスきかなこれ多分、ね、これ2 0個0らい入ってるのかなこれあこれは30袋入ってますこの30袋入ってるやつが5個ぐらいあるんで150袋ぐらい今在庫があるんですよ150袋ぐらいあもう毎日は飲んでないですよ僕は僕は毎日飲んでないです なぜならなんで毎日飲まないかっていうともうそもそも、まあ、これも飲むことによって頼ってるわけじゃないですか頼ってるわけですよねだから本来ならば頼らず自分の力だけでこうなんか治せたらいいんですけど、まあ、そういうわけにもいかない時もあるわけじゃないですか、うん、だからそういう場合はやっぱ頼らないといけないなっていうのはまあ昔だったらその免疫が強かった時とかはその自分で何とかできましたけどやっぱ年齢を重ねるとそういうわけにもい,いかなということで。 これ本当にいいです、うん、この YouTube の下にリンク入れてますんでぜひこれは試してみてはいかがでしょうか。とルルル,ル,ル吉田にポイント100万点。はい、<laughs> これめっちゃ本当にいいです。本当にいいです。うん、で特にその健康食品はこれ分かんないじゃないですか。ね。うん、本当にそれみたいな。マジでみたいな。まあ、まあ僕の動画を見てましたとしても「え吉田さんそれ?」。 嘘でしょってなるのが大体そんなだってテレビ番組の通販番組見ても「あこれを飲んでワおワおみたいな感じのお客さんの声しかないでしょ。でそれ見て「ほんとなんか作ってるでしょそれ」みたいなのが多いでしょ。だからまずはお試しからっていうことでまあその通販番組の健康食品とかサプリもまずはお試しからみたいな感じで安くねご提供してるものが多いと思うんですけどこれもお試しからできますんで1袋100円です。はい で効果が別に感じなかったら飲む必要もないし僕は効果を感じたんで大量買いしました大量買いしましただけどで定期購読もしましたただし定期購読して大量に送られてきたんですけど溜まってるっていうまあ毎日飲んないだから今僕定期購読、えー、一時停止してます定期購読はいこれねめちゃめちゃ送られてくるんですよ でもう150歩ぐらい溜まっちゃったから「今すみませんちょっとストップしていいですか」っつってで、まあ、なくなればまた注文しますけど僕はいまあそんな感じでこれねめっちゃ本当にいいんでこれは一回試してみる価値はあるかなとであの,あの1つこれ言うんですけどそのお試しサンプルの場合はあのおすすめの飲み方があります、えー、お試しサンプルの場合は確かこれ,これが 22g 入ってるんですよ グラムでお試しのお試しのサンプルのやつは確か1 0ムぐらいしか入ってないですお試しだからだからおすすめとしてはその僕これ2 0ムのやつを溶かして、えー、150cc ぐらいの水で、えー、この2 2ムを溶かして飲んでるんですけどお試しのやつは1 0ムぐらいしか入ってないんでえー 2袋を入れて 150cc ぐらいの水で2袋 10cc だから多分 11g しか入ってないんですよお試しはだから 22g にして 22g2 袋入れて 150cc ぐらいで溶かすのが、まあ、ちょうどベストかなというとこです、はい、お試しの場合はねちょっとちっちゃいんで確かこれはねお試しじゃなくて本番のやつなんで 22g 入ってます 22g なんで僕はこの 22g のやつを 150cc ぐらい溶かして飲んでおります、うん、でちょっとね、あのー、僕は牛乳とか飲めるタイプなんで牛乳とかあ,あと豆乳も好きなんで全然これ大丈夫です牛乳と豆乳僕大好きなんであとヨーグルト乳製品好きなんで僕全然いけるただ牛乳とか乳製品がちょっときついっていう場合はちょっと飲みづらいかなと思います 乳製品大丈夫だよっていう人は全然飲めると思います、はい、僕は全然飲める味ですねただ乳製品が嫌いな人はちょっと難しいと思います、はい、ということでこれ熱く語ったんですけど最近ですねこれを飲んで数日よくなってまた体がねこうピンピンしてきたんでこれいいぞということでご紹介させていただきましたまたちょいちょいこれはですね本当にいいので僕の YouTube チャンネルでこれは、えー、ご紹介させていただこうかなと思います であの僕ネットビジネスいろいろ教えてますけれども,もう本当にですね去年もそうですし今回も1か月もう本当34週間ぐらい体調悪くて、まあ、お客さんからも心配を受けてたんですけど思うことがあってこう本当にこの元気な時はいいんですよ元気な時はいいんですけど本当にね、まあ、今回なんか咳き込んで寝れなかったです。で寝ると で「おっ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 おとおっ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 おかおっおないっお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 でおっしかおっ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 おすおっ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 あっおっおっおっあっお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 ってっお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  みたいになるわけですよで全然寝れないですね。全然寝れないんですよ。寝れない。うん。寝れないですね。で、今は寝るときに、もう全然咳出でなくなってきた。今まだちょっと出るんですけど、全然咳出でなくなってきたんで、もう寝れるんですよ。だから僕は思うことがあって、あのね、どれだけ、やっぱお金稼ぐことも大事なんですけど、お金稼ぐことももちろん大事なんですけど、いくら、じゃあ1億円ね、自分に貯金があったとしても、体が動けなかったら <laughs>、 これね、何も使えないわけですよお金も何も使えないし何も例えばじゃあお金があるからっつってどっか旅行行ったりとかもしたりとかね遊びに行ったりとかするわけじゃないですかでも,もう自分の体が健康じゃなかったら遊びもうまく遊べないし「おぼこ」みたいな「べまこ」<laughs> <laughs> この状態でキャバクラ行きます <laughs> この状態でキャバクラ行って金使っても何もつまんないでしょ。 無理でしょだからお金あったとしても自分が健康じゃないとやっぱりそのお金もねあのうまく使えないわけじゃないですかだか風邪ひいたりとかこう体調不良になるとやっぱつくづく感じることがあるんですけどやっぱ健康って一番だっぱ何が大事かっていうと体が資本だなと何にするにしてもやっぱ遊ぶにしても寝るしてももう何にしても健康な状態じゃないとすべてがこう。 面白くなくなななるというかあ普通な状態だから寝ることもできないですからね寝ることも寝るのだって僕も本当にひどかった時1時間ぐらい寝れないんですよせき込んでせき込んで寝ることすらできないんですよまあこれは本当に気管支炎でそのせき込んでしまってひどい場合の人経験しないと分かったねと思うんですけど本当ひどかったですマジで1時間ぐらい寝れない時もありましたがせき込みすぎて、うん、だけど今寝れることは全然せき込まねえな,いな 幸せなんですよこれ,でこれだけで幸せですからね前はこう「う,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 うみたいな感じなんですけど分かりますこれはね体験した人じゃないとこの辛さは分かんないですこれね息吸うじゃないですかでここになんか詰まってる感があるんで息吸って吐くとブッフッフッフッってなるんですよだから息もまともにあんま吸えないんですね今大丈夫この息吸うだけで「おいええやん」みたいになるわけですよ だから本当健康って健康というかね、まあ、めちゃめちゃ健康じゃなくてもいいと思うんですけど、まあ、普通に生活できる分ぐらいのレベルの健康はやっぱ必要だなと、うん、思いますだからまあ本当に免疫が下がっても体調があんまりくないなっていう時とか、まあ、ちょっとだるいなっていう時はこれ飲むとほんとピンピンするんで、まあ、今もねこれ僕あの朝飲んでるから結構ピンピンしてますもう活力バンバン まあ動画もね力いってますからボーンみたいな感じでマジでいいですだからあのまあリポビタンデーとかなんかそういうなエナジードリンクとかありますけどいやそのレベルを超えてますこれはうんエナジードリンクとかはなんかそのなんだろうな,なんかだましだましなんですけどこれはもう内側から本当に来てるぞ感があるんですよなんかねそのエナジードリンクとかはで飲んだその瞬発性はあるけど継続性がないんですよ ななか分かるかなリポビタンデーとかエナジードリンクってた瞬発力はあるけど継続性はないんですよ。でもこれは結構継続性がすげえ高いし即効性もあるし継続性もあります、うん。ただ免疫ですから。うん。ね。エナジーは今エナジーみたいな感じじゃないですか。今エナジーみたいなね。これはですね。あのなんだうん。なんだろうな太陽。まあこれ太陽っぽいじゃないですか。 ちょっと浮かんでこなかった今。浮 <laughs> か、はいうんなった。まあいいです。非常にいいです。はい、ということで、この YouTube の下にお試しのこれやリンク入れとくのであの、ぜひこれはいいと思います。で、これはちょいちょい僕紹介していきますから、本当にいいんで。本当にいいですから。うん、で、僕の紹介から買っていただいてる方も結構います、うん。紹介とか、吉谷さんの動画見て、これちょっと申し込みましたみたいな。 っていいう人もいます、まあ、その方からお客さんの声は取ってないですけどね、まあ、僕は代理店でもないですし本当にいいなと思ったものをご紹介してるだけですからであとこれはねお客さんからも聞かれたたまに聞かれるんですよ吉野さんが飲んでるのは何すかみたいな吉野さん,はそのなんか白い粉あ白い粉みたいなね前言ってたんですけど吉野さんが飲んでる粉は何なんですかだから僕は、ね、白い粉って言います白い粉怪しい白い粉、はい、<laughs> この白い粉めちゃめちゃいいです ということで熱、えー、く語りましたけれどもこれめちゃくちゃいいですからで最近のこの数日間の僕の体の変化もこれを飲んでて、うん、もうすごく劇的にというかだいぶ変化したので、まあ、それも踏まえて、えーまあ、変体の変化もありましたがこれ飲んだことによって、うん、ぜひ飲んでみたいいかがでしょうかはい、えー、だいぶ30分熱く語りました以上となります